ユトレヒト中央駅はオランダのユトレヒトにあるオランダ鉄道の駅である。オランダで最大かつ最も利用者数の多い鉄道駅であり、16本のプラットフォームを持ち、1日あたり17万6000人以上の乗客がある。ユトレヒトはオランダの中心に位置し、ユトレヒト中央駅はオランダで最も重要な接続駅であり、 1> 1日あたり最大900本以上の列車がこの駅を出発するこのため、当駅で障害が発生すると、すぐに、オランダ国内の鉄道網に影響を及ぼすことになる。国際輸送として、フランクフルトとバーゼル行きのアイスが国内輸送として、オランダ北部及び南部へ向かう鉄道サービスが地域輸送として、 ランスタッド全域の町を結ぶ通勤列車が当駅を発着している1843年12月18日にオランダライン鉄道の最初の開通区間であるアムステルダム・ユトレヒト間のターミナル駅として開業した。同社はドイツの鉄道と連絡する計画を持っており、線路はユトレヒトから東に向かって延伸され、1856年に国境に到達した。 1938年、当駅はマルジャボンステーションという中央駅となり、ヒルバーサム方面からの路線が中央駅に乗り入れた。1865年の駅舎は、1936年に大規模な改装が行われたが、1970年代まで使用されていた。1938年、火災により建物のほとんどを失い、その後再建された。 1930年代後半の駅舎は、1970年代に順次取り壊され、ヨーロッパ最大の屋内ショッピングモールであるホーク、コタアイナが、1973年12月17日に開業した。駅広間がショッピングモールの通路に続く構造となった。1989年、余分なプラットフォームを含むように、駅広間が拡張された。 2008年から2016年の間に駅周辺の再構築の一環として主要な再構築が行われた。駅広間は建築家であるベンサムクローエルアルトテクトが設計した新しいガラス構造に置き換えられ、プラットフォームの屋根が復元され、駅広場は再びホークコタアイナのショッピングエリアと分離された。駅の東側に位置していたバスステーションは、 東西2カ所に分割され、西側から到着するバスやトラムは、駅の西側に終点を設けることにより、交通渋滞を軽減した。新しい駅のモデルが、マドローダムにて展示された。

ステーションマイナス14万7千 203http コロンスラッシュスラッシュ www.treinreiziger.nl ス kennysnet s ラッシュ reiziger s a n t l スラッ s ュ c i j q e r s ラッシュ a n t a l e n u n i t 下パースパー ステーションマイナス14万7203トリーンバーキアユトレヒトウレンシュティールドアストリングロス NL2017 年3月12日へつらん。ユトレヒトセントロールプラドアウィンターウィアートレインレイシガー NL2017 年3月12日へつらん。トリーンバーキアロンドスタッドアントリゲルドドアストリングトレインレイシガー NL2017 年3月12日へつらん。 トラインケースドアブランドベイユトレヒト c s r t l 2 w ス、2 0 1 7年3月12日閲覧 r e a s o n s to b u i l d c u 2 0 3 0 2 0 1 4年11月24日閲覧 ABC パブリックトランスポートターミナル CU20302014 年11月24日閲覧バストラムプロジェクツ CU2030 2014年11月24日、閲覧。フィステローカオープニングユトレヒトセントロールインマドゥラドム。プロレイル。2017年3月12日閲覧。ありがとうございます。